はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけでこちらコメントでコースリクエストをいただきました。20秒ズルスピードラン、普通に行くとクリア不可能です。クリア率234分の0。いや、やってまいりましょう。これはでもズルを探して、短縮していけばクリアできるというコースなのかなと思いきや、クリア率がめちゃくちゃ低いね。クリア者が出てないね。これはもうそっちに蹴っ飛ばしちゃったら積むんじゃね。積んでるっぽい感じかな。積んでるね。まあ、例えばだけど、ボム兵をこっちに持って帰ってくるみたいなこともできなくはないけど、あんま意味ない気すんな。これ普通にこう投げていけば OK？ ああ、これでいいんかな。で、ワン、ツー、三段ジャンプ。でもなんか抜けれそうなところもないんだよね。これ踏まないといけないよね。いや、ジャンプで今んとこはいけたか。で、これで三段ジャンプ、もう時間がないと。ボム兵蹴っ飛ばす。まあ、ここの爆破はでもやんないといけないよね、これ。ショートカットができたとしても、ガリガリがあるから抜けてこれないし、で、これ、ここで止まるの難しいよ。で、押すんだ。こうだ。なるほど。はい、オッケー。ここでこう止まって、これ上からこういっちゃえばオッケー。で、P はもういらん感じかな、三段ジャンプ。いや、でもやっぱ時間がちょっとこれなさすぎるな、やっぱり。なんかない？この辺に、じゃあ。いや、なんもないな。でもこれ上行く手段がないと思うんだけども、ボム兵スピンしてでっかく飛んでも上には届かんからね。なんだこれ？わかんないな。で、こう。何をどう短縮したら、そんないける？なんか、こっちがもう違う？こっち違うんかな？なんか別のルートがあるのかな？これ例えばだけど、ボム兵持ってさ、一回こっち帰って、もう一回行ったら何かが起きてたりとか。まあ、そんなこともないか。まあ、ないな、別に。で、これワンチャンなんかさ、ここでこうやってドッスンだけ反応させて、帰ってこっち行って、この辺なんかあったりせん？ないか。やっぱさすがにないか。上に抜けれそうな壁もないもんね。なんかさ、こんなのをやらなきゃいけないとか、そんなことじゃないよね。落としながら、その、飛んでいくみたいな。オッケー、やった、決まった。これでどうかね。もうこれしかないんじゃねえかという気が、ちょっとしてきましたね。いや、ちょっとズルスピラにしては、ちょっとテクニカルな。うわぁ、ミスミス。あ、でもこれだと鍵が取れてきてないんだ。鍵取れてないし、なんだここ、通れないな。あ、P 押すんだ、最終的に、やっぱり。これ逆にさ、普通に P 押してった方が早くねっていう気が。それならちょっとだけしたんだけど、そんなことはないのかな。これこう、いや、 P 間に合わんわ。 P の時間がこれでは。 OK、 ちょっと待ってよ。で、ちょっと待って、なんかちょっと適当にこの辺置いといて、で、ワン、ツー、三段ジャンプ。意外とね、時間には余裕あるんじゃないかなっていう気がちょっとしてて、ここ下行くっしょ。うわ、時間足りんか、これ。足りないね。でも多分そこがゴールのはずなんだよ。 OK、 で、ちょっと待ってよ。で、いや、意外とね、なんか時間には余裕がありそうな気がちょっとするんですよ。ちょっと待ってよ。で、こここう行って、はい、こここう飛び越えて、多分これでいけたと思いますよ。はい、あれ、そこゴールじゃないんだ。そうなんだ。あれ、じゃてことはこのパックも倒さなきゃいけない。やった、いけた。よっしゃ、いけた。いや、めちゃめちゃ難しかった。なんだこれ。ズルスピラン、ズルスピランにしては、ちょっとテクニカルが過ぎたな。めちゃめちゃ難しかった。いや、間に合わんかと思ったわ。オッケー、というわけで、ご視聴ありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。花ちゃん移動鬼ムズクリアチェック1時間かかった嘘。チャレンジ数260分の0ですね。やってまいりましょう。でも1時間かかった嘘ってことは1時間もかからなかったよっていうことなんかな。だったらまあそんな難しいコースじゃないということなんかなっていう気もするけど、これ下噛み合わんくない？違うな、これ追い越すんだ。追い越して、こうだ、こう、オッケーオッケー。で、今度はこっち。なるほど、これ難しいね。いや、普通にむずいよ、これ。ちょっと待ってよ。あー、ミスった。はい、オッケー。オッケー、で、あー、オッケーオッケー。一回裏面を経由して、表面帰ってきたらゴールみたいなことか。なるほど、今度は上に行くんかい。上に行くん、やば！ちょっと待って、上登ってくん、やばすぎやって。
このぐらいでこうかな。オッケーオッケー。で、こっちにこうだね。上に急にトゲが来るとなかなか、あ、でも裏面めちゃめちゃ短いんかい。意外と裏面はそんなでもない感じか。で、ちょっと待って、一回花ちゃんの上に乗っかってこう。やった。Pスイッチを踏んではいけないコース、クリアする 0.8% ぐらいでした。さあさあさあ、Pスイッチを絶対に踏まずに、多分これ帰ってくるってことでしょうね。まあ、砲台はそんな関係ない。関係ねえよ、この砲台は。この砲台はそんなに関係がないので、丁寧に。これワンチャンあれか。飛びすぎて、P 叩いてまう可能性もあるってことか。OK。もう一発クリア。ちょっと一発クリアあるんじゃないかと。言いかけた瞬間に一発クリアがついえる形になりましたけれども、ここは飛び越しちゃえば大丈夫で。OK。中間もらえんのでかいね。でもこれ中間取った後にピンクコイン失ったら面倒なことになんね。いや、ピンクコインを取った後にもしやられたとしても、どうせ帰り道にピンクコインあるから、まああんま関係ないか。そう、今回ピンクコインを取った後にやられてしまったんで、ピンクコインを、全て失う形にはなっておりますけれども、どうせ帰り道に全部用意してあるから、まあそれ自体はそこまでの、大変なことではないかなという感じ。うわ、ここむずいね、やっぱり。オッケーさ、ここ抜けちゃってからのここ抜けちゃって、まあここまで来れば、あとは慎重にやれば、おそらくさすがに、ここでもちょっと地味にむずいね、ここ飛び越えんの。はい。オッケー、ここ飛び越えることに成功したの。どでかいよっていう感じからのさ、鍵ドアまで帰ってこれましても、鍵ドア入ったらさすがにゴールなんじゃないかなという感じでございましたと。中級者から上級者、おすすめのスピランスピードランクリア率が333/0でクリア者が出ておりません。ゾロ目やってまいりましょう。さあ、まあクリア者がここまで出てない。なるほど、結構難しそうだね。なんかでも、序盤が一番難しいらしいね。これ三段ジャンプじゃなくてもいけるってことか。基本はこうよね。基本はこういうことよね。で、ちょっと違うんだよね。食らっちゃダメなんだよね。あのネット被るむずいな。ほんで、これは食らいながらそこ行くっていうことだろうね。おー、来た。被れた。で、これは多分、ここは一発ダメージを食らいながらこういうこと？で、ここ P が切れるまで耐えたらいいのかな。最初からむず、でもなんか難しいのは最初だけですって書いてあったから、もうピークは超えたということなんかな。このコースの難しいピークは。ここまでメットがいる。ここさ、ワンチャンなんだけどさ、ここいてさ、ここの P の足場使っていけばいけるんじゃねえかという気もしたけど、オッケーオッケー。で、ちょっと待ってよ。やっぱりこれさ、このメットを使ったからって、あのパックンの上までなんか届かない気が、ちょっとするので、これさ、こうでもまあいけるのかなっていう、感じはするけど、こんなことをしてる時間はないのかな。あんまりよくわかんないんだよ、あそこの進み方が最初のところね。まあとりあえずいけてるから良しとさせていた。何ですか？違うな。ここにこう置いて、これでこうだ。オッケーオッケー。まあ一応いけてる。まあ一応いけてますよ、今のところ。ここ大きくジャンプしないように。あれ、タスじゃん。いや、タスじゃんでもないな。これはここはこうだ。オッケーオッケー。あー、食らってもうた。もったいな。いや、でもどの道食らうやつか。どの道食らうやつでもないか。いや、ワンチャンどの道食らってもいいやつ。あ、ワンチャンゴールじゃね。あ、時間がないんか。オッケー、やば。メットをキープすることができたと思いきやできんかった。でもワンチャン、ワンチャン、ワンチャンあるよ。ワンチャン、あ、全然いけるか、時間が。オッケーオッケー。あ、意外といけたわ。